さあ、それでは今の日本何が問題になってますか。さまざま問題あると思うんですけど、一番目の前に横たわる大きな問題は経済的な問題。多くの方々が今そんなに楽な状態にはないってことです。生活厳しくなってる。その原因は何ですか。物価上がっちゃってんですよ。物価が上がってる。どれぐらい物価が上がっているか、令和新選組代表山本太郎と少しお付き合いをください。さあ、今画面に出ておりますのは物価どれぐらい上がってますかということを比較してみます。一般的に物価を比較するときには、今年の春と去年の春を比べてみたよみたいな感じで、前年同期同月比みたいな形で比べるんですけど、去年の春ももうすでに物価上がってたので比べてもよく分かんないから、もっと前と比べてみますね。2018年です。2018年と比べてみますということです。2023年7月と2018年の平均で比べてみたら、どれぐらい物価上がってるかご覧いただきます。食料全体で 15.2% も上がっちゃってる。これ物価が上がるのに伴って賃金も同じように上がってれば問題ないんですけど、 15.2% 賃金上がったって方、この中にどれぐらいいらっしゃいます。いてもいいんですよ。いらっしゃらない。上がらない。そうですか。はい、ありがとうございます。つまり何かって言ったら、賃金上がんないのに物価だけ上がって首が締まっちゃってる状態が多くの人々の中に見られるということです。先に進みます。都市ガス 12.2% 上がってる。灯油は 25.2% 上がり、食パンは 21% 上がり、小麦粉は 33.5% 上がり、輸入牛肉は 30.5% 上がった。国産豚肉も 18.6% 上がり、鶏肉は 12.4% 上がって、食用油は 58% も上がってる。マーガリンは 24% 上がり、調理用カレーは 27.7% 上がり、魚介類は 27.5% 上がって、コーヒーは 13% も上がってる。ハンバーガーは 32.6%、 トイレットペーパーとなどは 35% 以上、照明器具は 61%、 軒並み上がりっぱなし。でも多くの方々は賃金上がってない。賃金は下がりっぱなし。どれぐらい賃金下がってるかってことをちょっとご覧いただきたいと思います。先に言ってもらえますか。令和新選組代表山本太郎です。今目下皆さんの目の前で横たわる問題は何か。経済問題です。物価が上がってる、でも賃金上がらず、この中で首が締まってる人たちが多数ということです。賃金どれぐらい上がってないですか。実質賃金というところで見てみれば30年です。30年賃金上がってない国が日本なんです。先進国でこんな国あるの。ごめんなさい、存在しません。日本だけ、ジャパンオリジナル、日本すげえってこのことなんです。ご覧いただいている通り、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリア、軒並み30年の間に賃金は右肩上がり。一方で一番下、日本だけがめり込むように、地面にめり込んでいくように実質賃金下がりっぱなし。これひどくないですか。自分が頑張んなかったせいだって話にされてるでしょ。違いますよ。社会の構造の問題、労働がさまざまな形で破壊されていって、安く働くようなことがスタンダードになっていく。それだけじゃなくて、税金の取り方も歪められる。金持ちには減税、みんなには増税、社会保険料も増えていくばかり。こんな中で首が絞まってる中に物価高でも、国は本気になって皆さんに何かしようとはしない。これ緩やかな、ある意味での国による皆さんへの淘汰が始まっている。もっと簡単に言ったら、なんだろうな、遠慮気味に言っても殺しに来てるって私は思ってます。そりゃそうでしょう。30年賃金下がりっぱなしの中で物価高騰したとしても、事実上の放置プレイ、これ国がやるべきことじゃないですね。国の仕事として動かないのはおかしい状態なんです。そこに対してみんなでしっかり物言うていこうよ。その先頭に令和新選組を立たせてくださいというお話でございます。賃金下がった言うけれども、実際にどれぐらいの規模感で下がってんのかってことを簡単にご覧いただきます。こちらです。はい、所得の真ん中、所得の中央値、高い所得から低い所得まで全部並べた真ん中の値、どれぐらい30年で下がりましたかっていうと、不景気25年続いて所得の中央値がなんと131万円下がっちゃってる。まんべんなくみんな貧乏になってるんですよ。一握りを除いて全体的に貧しくなっちゃってるのがこの国の姿。先進国ただ唯一一番貧困もひどい国なんです。 6.5 人に1人が貧困という状態。先進国の最先端を走っているのが日本。間違っているものは何か。政治以外の何もんでもないんですよ。政治に責任がある。何でもかんでも政治の責任にしたらええ思てるわ。違います。
あなたが生きていく上で従うべきルールは全て国会で作られる。全ての枠組み、全ての仕組みは国会で作られる。そのルールを作る場において、皆さんの生活が壊されていきながら一部のものだけ儲かるような社会がどんどん作られていったらどうなるか。まさにこの30年ですよ。ここを変えていかなきゃいけない。失われた30年を取り戻すんですよ。このまま死ねない。この国を変えてからですよ。まずは失われた30年、奪われた30年をみんなで取り戻す。そのための作業が令和新選組という存在だと、自負しております。先に進みたいと思います。で、最後にここだけ見ていただきたいんですけれど、このグラフは何を表しているかってことをちょっと見ていただきたいんです。2本の線グラフがあります。青い線は右肩上がりに伸びてます。オレンジの線は下がっていっています。これどういう意味でしょうか。1990年左側から2020年までの間に右肩上がり、ブルーのラインが増えていっているのが、これ非正規労働者なんです。非正規労働者が社会で増えていくと何が起こるか、それを合わせているのがこの黄色い線。何か、実質賃金が下がっていくんです。安い働き方が増えていけば、いつだってクビにできるような都合のいい働き方がどんどん増えていけば、一人一人の手に入れられる収入が減っちゃう。一人一人の収入が減れば、物を買うという力が弱まってしまう。一人一人の収入を得る力を弱らせて、そして購買力を弱らせた上で、人々をコストと捉えて、そこを安く使うようになった資本家たちは儲けたけど、その足元で生きている多くの人々は貧しくなり続けるっていう。税金の取り方を歪めた、労働環境を壊し続けた、その結果がこれですよ。やっちゃいけないことをやり続けた。これを変えられるのは政治だけ。この政治を変えられるのは、もちろん政治家がその先頭には立つが、実はあなたがこの国を変える鍵を持つ主人公であるってことに気づいていただきたい。あなたこそがこの国の株主、あなたこそがオーナー。あなたの力なくしてはこの国は変えられない。だから一緒に、一緒に前に進みたいんです。やらせていただきたいんです。そういった思いで令和新選組を立ち上げました。今日布施駅前でマイクを握らせていただいているのは令和新選組代表山本太郎です。この後皆さんにマイクを回していきますけれども、私たちが皆さんに訴えている一番の政策、一丁目一番地は経済政策です。社会にお金が回ってない時にお金を回せる主体は個人でも民間でもない、国なんです。国という存在がしっかりとお金を回していくということをやらなければ不況は避けられない。それだけじゃない、社会が壊れていくのを止められないってこと。でも逆に言えば、国がしっかりと対策を打っていく、政策をやっていけばそれは防げる。日本以外の国がどの国も成長し、そして賃金も上がっていってる状況を見れば、それは一目瞭然です。私たち令和新選組、数々政策はありますけれども、一丁目一番地として訴えているのは消費税の廃止。消費税なんてやめたらお前どうなるんだ、私たちの老後はどうなるんだと思われる方、心配しないでください。あなたが今払っている消費税、そのうちの一部しか社会保障に使われていません。一部しか使ってないんです。何のために消費税があるかって言ったら、大企業に減税するための穴埋めとして使われている。それ以上でも以下でもないのが消費税なんです。消費税を今日からやめますと言って皆さんは困らない。過去10年間毎年儲け続けてきた大企業は、当然消費税がこれなくしますってことになったとしたら、そこから得できてた分、今以上には得できないということは生まれてくるかもしれない。ありがとうございます。何が言いたいか、一部のものだけ得して、多くのものが損をして社会が壊れるような税制は変えなきゃいけない。その一丁目一番地が消費税なんです。消費税をやめればどうなるか、中小企業助かる。あなたの財布が助かるだけじゃない、中小企業が一番大変な思いして消費税を納めてるから、これをなくすことによって日本の屋台骨、中小企業を救う。それだけじゃない、消費税をやめたら皆さんの年間の所得も増えていきますってことを最後に、皆さんにご紹介して終わりたいと思います。こちらです。消費税を廃した場合に平均年収がどれぐらい上がりますかということを、国会参議院に、調べてもらいました。消費税をやめたら平均年収5年後には30万円上がる、そういう試算が出ました。
10年後には58万円平均年収が上がるということです。山本太郎が勝手に数字を作ったわけじゃない。参議院が試算したもの、国家機関がこれを試算したってことです。消費税廃止、これは最低限絶対的に必要なものだと考えています。買うたびに取られる罰金を一度やめる。日本を衰退させた私は永久戦犯だと思ってます。まずはここからさまざまな政策をつなげていきながらやっていく必要があるだろうと、そのように思っているのが令和新選組です。